日本サッカー協会は4日、ビーチサッカー日本代表が15日からポルトガルで行われる国際大会に出場すると発表した。ラモス・ルイ監督は今年2月の復帰後初めて試合で指揮を執る。ワールドカップ、W 杯で過去4度日本を率いたラモス監督は、2016年に脳梗塞を発症して一時療養していた。日本は15日にスペイン、16日にポルトガル、17日にメキシコと対戦する。時事通信社。